はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ありがとうございます、ありがとうございます、案件動画でございます。いや、ありがとうございます。今回もね、ありがたいことに企業さんからお声掛けいただきまして、うまいものが食べられるということで、本日いただくのはね、もう鉄板は出ているんですが、牛タン、ホルモン、ハラミと焼肉シリーズでございます。いやー、めっちゃ今日腹減ってるこのために今回はしっかりとご飯も炊いて準備をしておりますので、早速ね、がっつりとね、お肉と白飯でうまい焼肉セット楽しんでいきたいと思います。ということで、本日いただいた3商品並べてみました。ありがたいんですけど、足りなかったらってことで、想像のね、倍ぐらいお肉いただきましたまず1種類目がこちらの大トロ牛タンでございます。これがね、単身のみ使ってるらしくて、これね、1頭から 200g しか取れないらしいんですけども、贅沢な牛タン、もしかもね、分厚いんですよ、結構触った感じ。そしてこちらがね、大トロホルモン3種ということで、味もね、3種類ありまして、醤油、塩、味噌となっております。そして3種類目がこちら、牛と豚の焼肉ハラミ食べ比べセットでございます。こちらのメニューね、冷凍で送られてくるんですけど、1種類ごとにこれ真空パックしてあって、解凍するだけで食べられるってことなんで、早速ね、ちょっとお皿の方に出して、これね、楽しんでいきたいと思います。ということで、ただいまね、こんな感じに全てお肉出しました。めちゃめちゃ美味しそう。新鮮なままをね、食べるのが一番なんで、早速ね、いただきますと。まずはね、こちらの牛タンからいただこうかなと思います。お肉のね、色味ピンクがかってて綺麗な色してますね。そしたらこれね、いかせていただきますね。いいよ、いいよ、うわー、いい音。今ね、こっちで牛タン焼いてる間に、手前の鉄板はね、低温に設定してありますんで、ホルモンをじっくり焼いていきたいと思います。で、ホルモンはこんな感じですね。醤油、塩、味噌、こちらの3種でございます。よいしょ、いや、ほんとね、この焼肉の時毎回お話しするんですけど、このね、待ち時間がね、しんどいこっちのね、牛タンひっくり返してみますね。いいよ、お、いい感じじゃないですか。よいしょ。これね、今回は鉄板で焼いてるんですけど、もちろんね、フライパンでも OK だそうです。ホルモン側の油がやばもうだいぶね、いい感じに焼けてきました。うまそうに仕上がっておりますので、ちょっとレモン汁でね、いただいちゃいます。あ、うまー。結構ね、身は分厚いんですけど、肉質ものすごい柔らかい。でも、タンらしいね、サクサク感ってのもしっかり残ってて、いいとこ取り。マジでうまいっす、これ。うん。そしたらね、この横で先に熱っ熱っ熱っ。これね、ハラミもいきたいと思います。ハラミこんな感じですね。こちらが牛、で、こちらが豚でございます。撮影だからしょうがないんだけどさ、この距離の鉄板で焼肉やるもんじゃないね。あ、僕がずっと。これね、じっくり焼いてると肉汁が出すぎちゃうらしいので、強火でね、さっと焼くのがポイントだそうです。牛タンしっかり塩味ついてるんで、ライスとね、一緒にいただきます。うん、うまっ、うん、商品名にね、大トロってついてますけど、意味がね、わかる。肉汁と脂がね、すっごい牛タンで、うまっもう熱い、ホルモン、うん、これハラミいっちゃいますか。ハラミはね、こんな感じでございますね。うん、うまい、柔らか、うん、
また味付けもねちょっと甘辛くなってて、これね焼肉ソースがいらないぐらいしっかり味付いてるんで、お米にねめちゃめちゃ合う。うん、うまっ。ふらえぐホルモン、これホルモンそろそろちっちゃいのだったらいけそうなんで食べてみますね。うん、うまっ、これ今日はどれも最高にうまい日ですわ。いや今日の撮影最高だなこれ。うん、うん、そろそろねこれ我慢できないですね。牛タンと一緒に。もう本当今日の案件ありがとうございます。待ってホルモンの油がえぐいんだけど。うん、うまっ。でこちらの牛タンなんですけれども、セットにねこちら牛タンといえばの南蛮味噌がセットでついてきておりまして、これもねちょっとつけようかと思います。味噌つけて、はいと、うまっ。うん、この南蛮味噌のピリッとした辛みがまたねこの牛タンにめちゃめちゃ合うんですよ。それにしてもこのホルモンの油とんでもないわ。油すごい。もう油が吸い切れないよ。正直ねいただいた分全部食べるってなるとあんまりにも動画長くなりすぎるから、家用にね各部位ちょっと残してあるんですけど、いやこれ残してよかった。うちのね家族も牛タンとか大好きなんで、これはね絶対喜ぶ。たまにね人が来た時とかに、まあ、楽だからってことで我が家もね焼肉やったりするんですよ。近所のお店だとここが一番うまいかなっていう牛タンとかを買ったりするんですけど、冷凍なのにその日じゃないぐらい美味しい。これたまねえな。飲みながらの焼肉って最高すぎるな。これとんでもなくうめえぞ。この量を一人焼肉やってると忙しいな。世話しないぞ、頑張れ。ただこれで牛タンラストですね。うわ、この時期に入って焼肉しばらく食ってないからな。めちゃくちゃ久々なんですけど、久々にこの肉はいいな。でもさ、一昔前のこの冷凍のお肉とかって高いとかね、いいの頼んでもあーうーんみたいな多かったじゃないですか。やっぱ最近のこの冷凍の技術ってすごいから、本当に美味しいがそのまんま。冷凍ってすごいな今の時代。うまっ。そしたら牛タンはねこれで最後でございます。うん、やばいやばい、もう油すごくてこのハラミがほぼ揚げ焼きになっちゃってるよ。いろいろやってたら焦げましたねハラミ。ついでに2本目もお持ちいたしました。まあこれでハラミ関係はラストですね。今ねこのハラミ牛タン食べ終わりまして、残りねホルモンなんですけど、いやねちょっと6畳間のこのお部屋、換気扇もないこのお部屋でこんだけの量のホルモンやるとちょっとね火災報知器が鳴りそう。ちょっとね焼肉はこの辺りまでにしようかな。ということで
はい、これね、ただいまね、焼いてきました。こんな感じでございますね。さすがにね、ホルモンは換気扇の下じゃないとダメだ。あ、ごちそうさまでしたと。ということでね、ただいま3種類のお肉すべて完食いたしました。冷凍のお肉とは思えないぐらい全部柔らかいしうまい。僕はね、昨日から野菜室に入れただけ、普通にね解凍しただけなんですけど、ドリップも全然出てないし、牛タンもハラミも全部ね厚切りなんですけど柔らかいのよ。お酒も進むし、ご飯も進みます。家でできる絶品の簡単焼肉でございました。真空されて送られてくるので、いろんな料理に分けてね使えるっていうのがね、これかなり便利だなと思いました。今回食べたお肉につきましては、販売ページ詳細の方は概要欄に記載がございますので、こちらのねお肉ぜひ楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。